絵だ。あなたもしつこい男ね。部下を二度も全滅させてまだ懲りないの？半年前の件といい、正直あなたの部下にはなりたくないわ、クリス。挑発に乗らないでください。ああ、でもお礼を言わなきゃね。本当感謝してるのよ、あなたの部下たちは。シーウイルスのいい実験台だったもの。部下を失って以来、お前を殺すことだけを考えてた。だが復讐より正義を果たしたい。終わりだ、エイダ。そうね、終わりよ。他の空母が発射準備を進めてる。ミサイルか。死人が溢れかえるわ。ラクーンシティの光景がまた蘇るのよ。でも今度は一つの街じゃない、全世界でよ。やられた。おい子ね。でももう誰にも止められないわ。クソ、今のは何だったんだ。新型の注射器です。2本なくなってる。とにかく持ち帰れ。 HQ に分析を頼もう。こちらアルファリーダー、所在不明の空母を確認してくれ。首都機能が完全に麻痺し、連絡が取れなくなっている。時間をくれ。時間はない。このテロ自体がおとりだ。奴らは全世界にウイルスを撒く気なんだ。どうします？使える飛行機を探そう。格納庫へ行くぞ。了解。アルファ、こちら HQ。 エイダの言葉に間違いはないようだ。君たちの近くの外海にミサイルを搭載した空母を確認。本土を狙ったミサイルが発射準備に入った模様。急ぎ阻止せよ。絶対に発射させるな。了解した。この先が格納庫だ、急げ。最後を見届ける気はない、行くぞ。クソ、パスコードが3つ必要らしい。マジですか。とっとと見つけましょう。死んでね。誰にやられたか気になる。それよりパスコードだ。
を開いて急ごう。開けましょう。あと一つだな。了解。揃ったぞ、戻ろう。捨てる暇はない。制圧せよ。俺たちだけで空母を制圧？そんなの無茶でしょ。ピアーズ、狙えそうか？バッチリです。すでに機動準備に入っている。外部からの干渉は不可能だ。ミサイルがウイルス入りだと分かっている以上、むやみに破壊するわけにはいかないな。空母に乗り込んで止めるしかないですね。やるしかない。これより作戦行動に移る。
洋上に他の艦船はないか。ない。その空母一隻だけだ。あったりでしょうか。あいつらしくもない。しましょう。HQ よりアルファ、ミサイル発射のカウントダウンを確認。制御装置から発射を止めろ。了解、すぐ向かう。前方に障害物、爆弾で吹っ飛ばします。 OK、 援護する。街に飛んでいく。こちら FOS、 応答願います。 FOS？ BSA、 クリス・レッドフィールド。当局のレオ・S・ケネディと回線つなぎます。何？レオ、
今どこにいる？クリス、ターチーの外れだが、なぜ？今すぐ逃げろ！油田から2人助け出してほしいんだ。シェリー・バーキンとジェイク・ミューラー。ジェイクはウェスカーの息子だ。ウェスカー？ジェイクはシーウイルスの抗体を持っている。分かった、任せておけ。よし、頼むぞ。待ったレオ、俺からも話がある。エイダーボックス、了解。とにかくシェリーとジェイクを助けてくれ。